こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリダイブライブ配信、プリンセスコネクトリダイブ始めていきましょう。今回はアイウィッシュ握りしめるこの手をイベントをやっていきましょう。イベント前編です。なんだこれ。お、ゆい。ん？エリスってあの。これくらいにしておこうかな。ゆいさん、こんにちは。瞑想をされていたんですか？あ、こんにちは。ちょうど切り上げたところなんです。ランドソルに帰る準備と里の皆さんにご挨拶をしたかったので。そういえば今日でしたよね、ランドソルへお戻りになるのは。本当にあっという間でした。ぜひまた来てくださいね。里の者みんなで歓迎しますから。ありがとうございます。必ずまた来ます。あまり離れると危ないよ。急に魔物が出てきたら大変だ。あ、そうだね。久しぶりにゆいちゃんと会えると思ったらつい気持ちはわかるよ。この数週間ゆいも私たちも修行に専念していた。ここまで一度も顔を合わさないことなんて今までなかったからね。あ、そっか、したのかも。君も会いには行かなかったんだろう。それにしてもびっくりしたよね。ゆいちゃんがエルフの里に行きたいって言った時は。それも一人でなんて。詳しくは聞かなかったけど、やっぱりエリスさんのことが理由なのかな。おそらくはね。そう考えるのが一番納得できる。あの時終焉の巨神を倒しソルの塔の頂上へと向かった時、私たちはユイと離れてしまった。うん、ユイちゃんとエリスさんだけになっちゃったんだよね。それで私たちが駆けつけた時にエリスは消滅してしまった。あのことをきっかけにユイが強さを望んだことは理解できる。今だってエリスのことを悔やんでいるに違いない。私もそうだ。エリスを助けるどころか傷ついたユイを支えることもできなかった。大事な時にそばにいてやれなかったんだ。仲間なのにこんなに不甲斐ないことはない。それは私だって同じだよ。きっとできることがあったはず、もっと頑張れることがあったはずなのに。なのに何もできなかった。
しぶりだね。迎えに来てくれてありがとう。迎えに来るなんて当たり前だよ。元気そうでよかった。キズ君も元気だった？ユイ、修行はどうだった？前より精霊の様子が分かるようになったと思うよ。里の人たちにもよくしてもらってね。修行のことだけじゃなくて、文献もたくさん読ませてくれたんだ。文献か。確かにそれはランドセルでは読めないね。エルフの里でないと。おかげですごく勉強になったよ。精霊のことや自然のこと、マナのこと、もちろんエルフの里の人たちやコッコロちゃんにはかなわないけど、前の私よりずっと詳しくなれたと思う。なるほど。より踏み込んだ内容について学んだのか。精霊の存在やその力については不明な点も多いし複雑だ。長く滞在した理由もわかるよ。確かに修行だな。私にはちょっと大変そうな修行だよ。私もだよ。修行であればどうしても体を動かしたくなってしまう。みんなありがとう。私のわがままを聞いてくれて。あ、でもギルドの依頼とか受けにくくなかった？実はね、私たちも修行してたんだ。ゆいちゃんがエルフの里に行ってる間に。そうだったの？仲間が修行をしているのにのんびりしているわけにはいかないからね。ちょっと前に冒険者用の訓練所ができたでしょ。そこに二人で通ってたんだ。冒険者の人も観客の人もいっぱいいるんだよ。国の施設だけあって設備も充実していたし、参加者のレベルも高かった。いい腕試しになったよ。あ、そっか、二人も修行してたんだ。なんだか嬉しい。それじゃあもしかして岸君が言ってた裏世界にもまだ行ってないの？もちろんだよ。ゆいちゃんを置いて冒険には行けないもん。うわあ、そういう意味で言ったんじゃないよ。ごめんね、岸君。君の事情は分かっているよ。だから気にしないで。岸君、すぐに裏世界へ行けなくてごめんね。せっかく声をかけてくれてたのに。ただ冒険に出る前にしっかり勉強しておきたかったの。ちゃんとみんなの役に立てるように。私にしかできないことを見つけたくて。それはきっと冒険しながらじゃ難しかったから。旅の中で鍛えることも大切だけど、腰を落ち着けて自らを鍛えることも同じくらい大切。そういうことだね。よし、じゃあ早速ランドセルに帰ろう。次の冒険を考えるのはそれからね。うん。でも本当にいいのかな、私が冒険をしたいだなんて。そんなことを思っても。ゆいちゃん、荷物は大丈夫？忘れ物とかない？ああ、大丈夫だよ。荷物も持ったし、里の皆さんにもご挨拶したから。服？そのまま？私の服どこかおかしい。あ、
の格好だったけど、もしかして忘れてたの？修行中はずっとこういう服だったから、だからつい慣れちゃってたってこと？うん、でも今はそうじゃないっていうか、いざ意識しちゃうと恥ずかしいっていうか、そのあの どうした？フラッシュバック。畑だ。なんだ？な、何？今の音。雷？色が変わった。ネピアだ。王子戦士。一人二役じゃなかったっけ？ネビアか。君は何か知っているのか？私は何も知らないわ。知ってるのはフィオよ。フィオ。さっきフィオから連絡があったの。お願いします。伝えてほしいことがあるってね。フィオちゃんが？自分が手を離せないからって。妖精使いが荒いんだからまったく。うん。なんて言ってる場合じゃなかったわね。この空の色。明らかにおかしいでしょ。これって実はこの世界が異常を検知した証拠なのよね。つまりは、つまりはそうね、警告よ。そっから、レジェンド・オブ・アストルムからのね。赤く染め上げろ。やっていきましょう。イベントクエストを始めればいいかな。ノーマルです。どのぐらいのレベルでやればいいのかな、その辺も含めてちょっと
見ていきましょう。サポートは無理か。いきますぞ。どうだろう、クリアできるのか。まだまだ大丈夫ですね。いいグループキャンプだったわ。次も化粧品実力出しちゃうわ。実力キャンピングライブライト先生シャドウ7かパワーブロース。全然ゲージ減ってないから大丈夫だと思う。ヒーラー置けばいいのかな。ランドソルの平和は私が守る。キャンピングライブだ。シャドウと7かサバーコンボ。注目です。7かサバーコン。一緒に頑張りましょう。キャンピングライブライト。OK です。キャンプに乾杯。キャンピングライブライト。キャンピングライブライト。最後まで全力で。シャドウ。一緒に頑張りましょう。
1の10までいった。これが最終ですね。受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。リース不在だ。じゃあピックアップ行きますか。 2回引こうと思います。どうだ、ダメだ、最低保証だ、厳しい。もう一回行きましょう。なんだこれ、ひどい。やめとこう。プラチナ一回引いて終わろう。今日は呪われてる。お、星さん来た。スラッシュ折り、おい、みさき、お、強化だ。強化不さは持ってるんだよな。吸い抜け。まあでも50もらえますからね。でも95、もうちょっとなんですけどね。主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。
今回の主人公じゃないか。主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。入れましょう。入れに行こう。才能開花、星四へ。弟星2だったんですからね。大人になっても日々勉強ね。ちょっと星野じゃない。美里をレベルアップ。ちょっとですね、霞も。ショップでしか手に入らないしな。
難しいな。何を強化すればいいのかって迷うとこではある。199。条件っていうのがあるんだ。え？なるほど。ランクアップってなんだっけ？装備のランクアップじゃないの？そうですね、おそらく。さっきのマリネをレベルアップさせよう。格上げしたんでね。マリネどこだ？来た。多分レベルアップ。190まで行った。うん。で、クランバトル用だと、これを変えないといけないが、ない、今のとこないんで、このままっていう感じやな。これで結構いいとこまでは上げたが、また増えた。
上限解放はまだ無理か。まあ、それなり強くなったとは思うが、ひとまずまだ先進めましょう。すごい。まだまだ開いてないんで、ストーリーの次ですね。なんだか体がすっごい。赤い警告は告げる異変です。
ここに書いてある赤い霧の目撃情報。今日の明け方直前、村からほど近い森の中に赤い霧が立ち込めていたか。まだ夜の間なら霧も赤く見えそうなものだけど。でも他に魔物の鳴き声も聞こえたって書いてあるよ。霧で周りが見えなくなって困ってたのかな。赤い霧、それに鳴き声。その様子だと何か心当たりがありそうだね。確証は持てないんだけど、もしかしたらこの霧精霊かもしれない。エルフの里の文献で読んだんだ、こういう姿の精霊がいるって。赤い霧の精霊、この世界を守ってるって言われてる守護精霊だよ。守護精霊、じゃあいい精霊なんだね。守ってくれるんだもん。そうだと思うよ。誰も見たことはないみたいだけど。そっか、え、誰も見たことがないのに赤い霧、おかしいよね。だから私も印象に残ってたの。それは置いておくとして、資料に書いてある赤い霧がもしもユイの言っている精霊だとすれば、警告について分かることがあるかもしれない。世界からの警告と世界を守る精霊だもんね。きっと何か関係があるよ。守る精霊ね。仰々しい肩書きの割には聞いたことないわね。もちろん幻影湖の霧とも無関係だし。ネビアでも知らないんだね。これは相当隠された存在と考えるべきなのか。ま、言い伝えなんて大げさなもんでしょ。退屈な事実より盛るだけ盛った方が楽しいに決まってるし。でもこれがもしマジの話だったら厄介よ。セブンクラウンズが残した世界レベルの不具合とかって可能性もあるし。とにかくその精霊に会ってみないとね。そうじゃないと何が何だかわからないもん。そうだね、行動あるのみだ。すぐに出発しよう。はいはい、行ってらっしゃい。忘れ物とかしないようにな。私までいなくなったら誰がここの留守番をするのよ。ペコリーノは城に缶詰だし、キャルとコッコラはちょうど裏世界に行ってるところだし。それにまあいくら自由になったとはいえ、あんまりランドセルから離れるのもな。何かあった時めんどくさそうっていうか。とりあえずこのことはフィオにも伝えておくわ。みんなが帰ってくる場所は私が守ってあげるから、頑張ってきなさいよ。よろしく。そういえばフィオから何か連絡はあった？連絡っていうかほとんど愚痴よ。赤い空のせいで仕事が一気に増えたみたい。ほんと党の責任者代行も大変よね。権限大して増えてないのに。あ、確かに見たよ。ありゃ空が赤かったからじゃねえ、霧そのものが赤かったんだ。ほら、普通の霧ってのはこうもやっと広がるだろ。でもあの霧はそうじゃねえんだ。こうな、木の間をスルスルスルっと動いてるように見えたんだよ。まるででっかい蛇かなんかみてえによ。そんなに動いてたんですか？資料にそこまで書いてあったかな。
最初に話を聞いたギルドの報告漏れだろうね。実際に来てみて正解だった。その霧って今でも森で見られるんですか？それがな、あの日に見た霧なんだよ。ギャオーって鳴き声がしたと思ったら霧もパッと消えちまって。なるほど。ちなみに森はどのあたりにあるんですか？ああ、そこの道をランドソルとは逆方向に行ってな、その後。あれ、気のせいかな、あっちにある丘から何か赤いものが見えるような。あ、よく見えねえな。あの丘はさっき言ってた森には近い場所だが。噂をすればかもしれないね。行ってみよう。真面目だかなんだかわかんないよね。狙う相手を徹底的に排除排除排除ってするのは100歩譲っていいんだけどさ、その相手のことをちゃんと見てないっていうか、狙わなくちゃいけないのは私たちの方でしょって話じゃないねえ。あの霧はまだ幼い。ターゲットに近い対象がいれば誤認するのも仕方がない。それに複数回の返り討ちを経て今は警戒心が高くなっている。些細な可能性でも全て排除したいのだろう。ああ、そっか。じゃあ何から何まで私たちのせいってこと？これは申し訳が立たないな。加勢するぞ。はいはい、そろそろかなって思ってたよ。私の考えが分かっていたような返事だな。出会ったばかりだろう。
こっちではってだけでしょ。細かいことは気にしない、気にしない。だって私は剣士じゃないし
追っ払えたんだから結果オーライ。そんなに他人行儀な感じじゃなくて大丈夫だよ、騎士くん。ああ、君が私たちのことを知らないのも無理はないが。私はもう一人の君だ。今はシナツと名乗っている。こんにちは。とても信じられないな、レイちゃん。確かに外見は似ているかもしれない。だがそれだけのことだ。証拠も何もない。まあそうなるよね。気持ちはよくわかるよ。じゃあまずはそこら辺の説明をさせてもらおうかな。結論から言おう。私たちはこの世界の存在ではない。君たちは現実という場所のことを知っているだろうか。よかった。なら話は早いね。私たちの世界はその現実が作った場所なんだよ。そう、現実の連中が作った別のレジェンド・オブ・アストルムだ。別のってざっくり言うとね、レジェンド・オブ・アストルムっていうのは他にもあるんだよ。レジェンド・オブ・アストルム A ダッシュ、 A ダッシュダッシュ、 A ダッシュダッシュダッシュみたいに。正確には全く同じ世界ではないが、この世界を模したコピーが複数存在している。私たちが来たのはそのコピーの世界からだ。ちなみに私とシナツちゃんの世界も別々ね。似たようなタイミングで入ってきてこっちでばったり会ったんだ。コピー、どうしてそんな。コピーの世界を作るなんてこと。よくできているということだ、この世界はな。多分だけどシミュレーションのために必要だったんだろうね。ここのデータをベースにしてああでもないこうでもないっていじくり回す場所がさ。その話を信じるのならあなたたちがコピーの世界から来たというその話を仮に本当だとするのなら、さっき言っていたもう一人のという言葉の意味は。コピーという意味だ。君たちのデータを元にしたな。やはりそういうことだったか。急に言われてもびっくりするよね。どうもコピーの世界から来たあなたのコピーですとかさ。はい、びっくりしました。だが想像以上に理解が早いように見えるな。何が言いたい。君がそこまで警戒していることを鑑みるとあまり穏やかな間柄ではなかったらしいな。この世界における私たちのような存在とは。
ないか。そうだろうな。まあ、あんまり詳しく話さなくてもいいよ。なんとなく察しはつくから。立場上さ、二人みたいなって、アイラさんたちはもう一人のレイさんと私なんですよね。役割が同じってことだよ。そのエリスちゃんと同じで世界の管理者。もちろんミネルヴァの権限とソルオーブの力も持ってるよ。無論ミネルヴァもソルオーブもコピーだ。だが権限と力であることには変わりない。この2つの要素に加え、基本世界を守るセキュリティの一時的な弱体化、これらが合わさり私たちは侵入することができた。こっちの世界のセキュリティはガチガチに固かったからね。今まで何度試しても全然入れなくて、いやー参っちゃったよ。だがそれが緩むほどの何かが起きた。私たちが侵入できたのはその機を逃さなかったからだ。そしてその何かはこの世界の管理者と無関係ではない。そう考えるのが自然だ。おそらくは。ああまあまあ、しなつちゃん、難しい話はさ、一旦これくらいでいいんじゃない。事情はザザザーっと話せたことだし、うん、ね、しなつ、どう受け止めればいいんだ。警戒しておくに越したことはないけど、しかし、でもさっき助けてくれたよね。じゃあ敵じゃなさそう。私たちが嫌いってわけじゃないのかな。まだってちゃんと説明してくれたし、だったら仲良くなれるのかも。レイちゃんもヒヨリちゃんもきっと戸惑ってる。力になりたいな。二人がそうしてくれたみたいに、今度は私が。二人ならきっと私とは違う関係に。やっぱりちょっとヘビーな話だったかな。うん、よし、ここはお姉さんたちが一つパーッとご飯でもおごっちゃおう。だからみんな笑って笑って。予約入りご飯。いいんですか。やったね、みんな。え、そうだね。ああ。みんなノリが良くていいね。ね、しなつちゃん。どうして私はこんなに人と話すのが下手なんだ。説明のペース配分も下手だし、とっさに言葉が出てこないし、顔だって怖いし。あっちゃー、後ろ向きスイッチ入っちゃったか。大丈夫だよ、しなつちゃん。しなつちゃんも可愛い、クール、剣の達人よ。アストルム随一の美人管理者。いや嘘だ、愛想がないのは分かっている。怖いに違いない。私はどうしてこう。急に暗くなったな。これはあれだね、お手上げ。そうだよね。いやーごめんごめん。って、あれ？今のツッコミ誰がしてくれたの？どう考えてもあんたの声とは似てないから、私よ、私。
久しぶりね、みんな。さあ、第3章です。ひとまず今回は第4章ぐらいまで行ってみたいと思います。疲れた。お、アメスだ。ようやくみんなに追いつけたわよ。ありがとう。実際ほんと大変だったんだから。ただでさえミネルヴァ様不在で世界中が不安定になってるとこに予想外の場所からの侵入者、アクセスの衝撃でせっかく直したところもまたほつれたりするし、それもこれも原因はそこの二人、あんたたちよ。久しぶりだね、ビオ。いや、こっちだと初めましてかな。どっちでもいいか。フィオ、君がここに来たということはやはり彼女たちの言葉は正しいんだね。彼女たちが別のレジェンド・オブ・アストルムから来たという話は。ええ、事実よ。どうにかログも確認できたわ。正直私も今まで知らなかったのよ、こことは別のレジェンド・オブ・アストルムがあるなんてね。その戸惑いは理解できる。私たちも同じ経験をした。だが事実だ。そうでしょうね。事実だからこそこうして仕事を片付けて飛んできたわけだし、単刀直入に言うわ、二人とも今すぐ自分の世界に帰りなさい。そりゃないよ、まだ来たばっかりなのに。そりゃないよじゃないわよ。あんたたちも分かってるでしょ、あの赤い空のこと。あの空は侵入者に対する注意喚起、全ユーザーへの警告よ。とはいえ表立った実害はないわ。世界中がピリついてちょっと睡眠不足になる程度。あとは私の仕事が増えたからね。あんまり実害は出てないんだね、よかった。でもあんたたちは違うわ。もうあったんでしょ、赤い霧の精霊に。赤い霧の精霊、その精霊って確か世界を守ってるんだよね。守るってことはもしかして、対シミュレーションサーバー用セキュリティプログラム、それがあいつの正体よ。簡単に言うとコピーの世界からこっちの世界を守る万人ね。そっか、なるほどね。私たち用のプログラムか。道理でしつこいはずだよ。さすがは基本世界といったところか。侵入後のセキュリティも甘くはないな。とにかくそれが分かったらまずみんなに謝らないとね。みんなごめん、さっき襲われたのは間違いなく私たちのせい。ひよりちゃんとレイちゃんは特に大変だったでしょ。本当にごめんね。私からも謝罪させてほしい。すまなかった。大丈夫ですよ、怪我もなかったし。ひよりちゃんの言う通りです。ですから気にしないでください。特に大変だったとはどういう意味だ。二人はほら私たちと似てるでしょ。プログラムの方もそこが気になったんじゃないかな。それで念のため排除しとこうって動いたんだと思う。そういうことだったんですね。でも精霊はさっきお二人が倒しましたよね。
それならもう心配しなくても。一時的に引っ込んだだけよ。致命的なダメージは受けず何度でも蘇る。だから霧なの。それもただ蘇ってくるんじゃないわ。相手はセキュリティプログラムだから。アップデートしてくるのは当然。戦うたびに強くなるということか。言われてみればだんだん手強くなってたような気がするかも。気のせいじゃなかったか。とにかくそういうわけよ。プログラムが育ちきる前に元の世界へ帰りなさい。そうしたいのは山々なんだけどさ、どうしてもやりたいことがあるんだよね。君たちに迷惑をかけていることは理解している。私たちは気遣ってくれていることも。しかしわがまま言ってる場合、あんたたちは自分たちの世界の管理者なのよ。管理者がいなくなったらどうなるかくらいの予想はつくでしょ。断定はできない。可能性はいくつか。世界と管理者は相互関係。管理者の存在が消えるなんてこと本来ありえないわ。だから私もミネルヴァ様がいつか帰ってくるって信じてる。でもそれは自分が管理している世界にいればの話。自分の権限が通用しない別の世界なら。ただのデータに過ぎないってことだね。そして私が消えれば私が管理している世界も消える可能性がある。そういうことだろう。あくまで可能性だけどね。ただありえないとは言い切れないわ。それでもまだ帰らないわけ。命がけなのは最初から分かってるからね。そんな、だったら私たちも手伝います。みんなで協力すれば二人がやりたいこともできると思うし、それに精霊だって倒せるはず。ひよりちゃん、ありがとう。ひよりちゃん、でもそんなに心配してくれなくても大丈夫だよ。さっきも見たでしょ、お姉さんたち強いからさ。でもあの霧はまだ学習が足りていない。そしてアップデートにも時間がかかるはずだ。猶予はある。みんな思うところはあるだろう。だが君たちを不安にさせるのは本意ではない。この世界に対しての不用意な介入もしない。重大な不利益を被る前に立ち去ろう。不利益か。それでも何か私たちにできることはありませんか。こっちの世界のことは私たちの方が詳しいはずです。だから誰かが消えるなんて。いや、ゆいちゃん。そこまで言われて断るのもぶしつけだな。だね。じゃあ早速だけどご飯に付き合ってもらおっかな。さっきも言った通りお姉さんが怒っちゃうからさ、迷惑かけちゃってるお詫びってことで。あんた話聞いてた？聞いてた聞いてた。いやでもね、帰るにしても猿の塔に行かなくちゃいけないでしょ。猿の塔には私たちが帰還する際に必要な機能がある。ひとまずランドソルに向かわなければならない。ここからは徒歩で数日かかるのだろう。移動するにしてもお腹が空いてたらはかどらないし、ここはたっぷりご飯を食べてさ、後のことはそれから考えようよ。
忘れちゃったんだね。そういえば朝から何も食べてなかったね。村では聞き込みを先にしてたから。お腹の虫も素直でよろしい。じゃあご飯決定ね。お姉さんについてきなさい。あ、待ってよアイラさん。なんか気が抜けちゃったわね。いや、おかげで空気が穏やかになった。感謝するレイ。なんだ。いや、なんでもない。先に行く。二人ともすぐに帰りますって感じじゃなさそうね。ランドソルには向かってくれそうだけど。うん、何にせよ彼女たちの目的は早めに確認しよう。疑うようだけど油断は禁物だ。レイちゃん、あの二人のこと、もう少し知っておかないといけないわね。とは言ったものの、今の私は本当に冷静なんだろうか。自分でも動揺していることがわかる。もう一人の自分が消滅する可能性がある。そう聞いただけでこの有様、出会ったばかりなのに。おいしい。いやー、やっぱり麦しわといえばこれ。赤い麦しわに限るね。こっちの世界にもあってよかったよ。アイラさん、こっちのお肉すっごく美味しいよ。食べて食べて。食べる食べる。あと私のことはアイラでいいよ。オッケー、じゃあこれからはアイラって呼ぶね。え、あの二人なんで一気に仲良くなってるの。空気を変えたいのだろう。いささか重苦しかったからな。要するに似た者同士ということだ。似た者同士ってそれちょっと笑えない例えよ。他に言いようがない。いつまでマスクをつけてるんだ。そのままだと何も食べられないだろう。人前で物を食べるという経験があまりないものでな。マナーの知識はある。あるが所作が孫ついてしまう恐れが。いや、孫つくな。恐れどころではない。なってしまうに違いない。物同士ということは私もここまで暗いのか。いや、そんなはずはないと思うけど。日和ちゃんとアイラさんはすっかり打ち解けたみたい。レイちゃんとおしなつさんもおしゃべりはできてるからきっと大丈夫。ひとまず良かったかな。羨ましいなんて思っちゃいけないよね。エリスさん、私があの感覚を覚えたのは、違う、こっちの世界に来た時。もしかして二人に反応したの。どうして。エルフの里で修行をしてきたばかりだったから世界の異変を感じやすくなってたとか。それとも、それじゃあこの季節のフルーツタルトにしようかな。うん、今はまだ
確かな情報は何もないし、急に話してもきっと混乱させるだけ。今は志夏さんとアイラさんのことを優先しないと。それで合ってるはず。あ、こっちのチーズケーキも美味しそう。キチ君、追加してもらってもいいかな。4話か、ここまでやりましょう。お、不穏な画面からスタート。一体何が目的なんだ、答えろ。始末問答は無用だ。始末どうした。視野に入れて話すな。寝なさい。はーい。じゃあみんな、おやすみ。おやすみなさい。お？風の音。寒い。いや。吹いたからな。姫様抱っこ。目が覚めたか。お、なんだ。落ちたら怪我では済まない。死なず、どうして私を抱えているんだ。それにここは空。レッドホール。飛べるのか。質問が多いな。順に答えよう。君に用がある。ここは空だ。飛べると思ってくれて構わない。正確には風を操っている。お、以上だ。寝起きの頭には情報が多いな。そろそろ降りる。これだけ人里から離れれば十分だ。レイ、十分に目は覚めたな。剣を抜く心構えをしておけ。なんで？
いともたやすくいなしてくれる。私も修行は怠らなかった。訓練所で連日剣は振るっていた。自己鍛錬も模擬戦の経験も重ねたはずだ。それでもこの坂。悪くはない立ち筋だ。一応聞いておく。これが全身全霊か。すみません。いいだろう。望み通り打ち込んでやる。この私の全身全霊でスラッシュテンペスト。ウィンドスラスト。ん？ぶっ飛ばされた。生きた。勝負はついたな。そのようだな。私をどうするつもりか知らないが、好きにしろ。そうか。ではしばらく休んでいなさい。え？君が動けなくては話にならない。と言いますと、どういうことだ。必要。君たちが赤い霧の精霊と戦う様子を見た。そして稽古をつける必要があると判断した。精霊に襲撃されたのは私たちが原因だ。それは認める。しかし君が不測の事態に対処できなかったこともまた事実だ。己が弱いばかりに仲間を危険にさらすことなど耐えられないだろう。少なくとも私はそうだ。そうか、そういうことか。私たちは似た者同士。私もそうだ。なんだこれ。仲間を守れるくらいに強くありたい。こちらにいる間はアザーがいつでも稽古に付き合おう。期間は短いが十分課題の洗い出しはできる。君一人になっても鍛錬は可能だろう。それにしても少しくらい説明してくれてもよかったんじゃないか。何事かと思ったよ。説明ベタでな。この方が早いと思った。拳で語れ。だからといって剣で語れ。眠っているところを連れ出さなくてもいいだろう。まったく勝手な人だ。勝手か。まるで君の父親のようだな。え、そうなんだ。確かに君の意思も確認していなかったな。笑顔。皆の前だと話しにくいこともあるだろうと思ったのだが、いや、これは言い訳か。父親。トラウマ？なかった。そうか。あなたは私の父親のことを知っているんだったね。シナツ、剣だけでなく。あなたのことも教えてくれないか。口下手でよければな。構わないよ。うん。どういうことよ。落ち着いてフィオちゃん、きっと大丈夫だから。大丈夫か大丈夫じゃないかって話じゃないの。勝手なことされたら困るって話なのよ。おはよう。どうしたんだフィオ。眠いよねまだ。おはようレイちゃん。実はヒヨリちゃんとアイラさんが。え、書き置きをしていなくなったそうだ。
なんで？ちょっとそこまで出かけてくると。アイラってあれじゃないの？あくび混じりに話すのは良くないぞ。うん、すまない、気をつけるよ。ねえ岸君、レイちゃんと星夏さん、なんだか昨日より。だよね、何かあったのかな。そんなことより今は日和とアイラよ。もうどこに行っちゃったのよ。なんで？すごい、あんなに大きな魔物を一撃で。やるやん。お姉さんにかかればざっとこんなもんよ。おお、確かにあの魔物だ。この毛の色に牙に爪、間違いねえぜ。あのお嬢ちゃんたちがこいつを倒したってのかい。はあ、大したものね。本当にありがとうございました。おかげさまでこれからも安心して暮らせますよ。いえいえ、困った時はお互い様様ですから。あら、仲がよろしいんですわね。ああ、大切なことを忘れていました。こちら、魔物討伐の報酬です、うん、どうぞお受け取りくださいまし。ありがとうございます。いやー、人助けの後の一杯は格別だね。このことしていいのか。ん？今何でもって言ったのね。天狼破断剣を持ってるの？あれってノエムちゃんの剣だよね。そうだ。ああ、そのこと？そっか、ひよりちゃんは覚えてないのか。やっぱ記憶とか情報とか曖昧なところあるんだね。お、まあ簡単に言うとノエムちゃんに借りたんだよ、再構築の前に。と言っても私の世界の再構築だけどね。このあたり説明がかなりややこしいんだけどさ、しなつちゃんとも話した感じだと再構築前後の出来事ってなんとなく似てるっぽいんだよね。多分こっちの世界のイベントに引っ張られちゃうんだろうね。登場人物とか結果とか展開は違ってもさ、だからどこの世界でも誰かがソルの塔でカイザーインサイトと戦った、そこは共通してるんだと思う。まあ私たちの記憶をそう書き込んでるってだけかもしれないけど。再構築、やっぱりアイラの世界にもあったんだね。じゃあもしかしてリセットも。どっちもあるよ。私が生まれたのは再構築の後、その時日和ちゃんは天狼破断剣を持ってたんだよ。ノエムちゃんから貸してもらってね。私がノエムちゃんの大切な剣なのに。カイザーインサイトの最終決戦って感じだったからね。それでまあなんとか倒せたんだけど、いろいろあって再構築はすることになっちゃって、それで組み込まれちゃったみたいなんだ。なるほど。私の元になった日和ちゃんが持ってたからさ。そっか、私が借りたのが原因なんだね。まあこればっかりはしょうがないよ。あ、もちろんノエムちゃんには何度も返してるんだけどね、リセットの度に戻ってきちゃうから困っててさ。だからもうちょっとだけ借りておくつもり。一
一区切りつくまでね。一区切りって、アイラがこっちに来たことと関係があるの？はぐらかしてもしょうがないか。そうだよ、関係ある。教えて、アイラ。しんどい話になるかもよ。いいよ、知りたいの、アイラの気持ち。わかった、じゃあ話すよ。適度にご飯をつまみつつね。で、こんな時間まで帰ってこなかったわけ？あら、そうだよな。そんなに怖い顔しないでよ。するわ。ほらほら、みんなにもお土産持ってきたから、しばらくご飯には困らないよ。そういう問題ではないだろう。団体行動だということを忘れるな。まあその間こっちはこっちで稽古をつけてもらったけど、これは言わなくてもいいか。無事に合流できたんだし、とにかくみんなが無事でよかったよ。じきに日も暮れるな。野営の準備をしよう。アイラ、水汲みと薪を集めに行くぞ。はいはい、やらかしちゃった分は働きますよ。どうかしたのか？おう、そうしてくれる？手伝いとお目付け役で。信用されてないな。まあ自業自得だけど。行こうか。そういえば岸君とゆっくり話すのってこれが初めてだよね。なんか緊張するな。ね、しなつちゃん、こっちに話題を振るな。反応に困る。私よりも君の方が話題を持っていそうだ。何か話したいことがあるんじゃないかな。へえ、私たちに赤い霧がついてたんだ。全然気づけなかったよ。精霊によるマーキングの類か。君にしか見えないということはプリンセスナイトの力が反応しているのかもしれないな。やはり君は特別なのだな。たとえどのような世界にいても。だね、やっぱり君は騎士君だよ。うん、いるよ。彼は私にとって紛れもなく君だった。本物の君だったんだ。そう信じて疑わなかった。私も同じ。あの時私を選んで私をプリンセスにしてくれたのは君なんだってずっと思ってた。再構築の直前、自分の願いを叶えようとするカイザーインサイトとトゥインクルウィッシュは対峙した。カイザーインサイトの野望を阻止するには誰かがプリンセスに、ミネルヴァと一つになり先に願いを叶える必要があった。それで私の世界では日和ちゃんが、シナツちゃんの世界ではレイちゃんが選ばれた。そしてこの世界で選ばれたのはユイだった。元からコピーであるという自覚はあった。私の世界にもレイはいたからな。ミネルヴァに願いを叶えてもらう過程の中でカイザーインサイトが掌握、破壊したシステムは深刻だった。プリンセスだったレイに関するものは特にな。システム修復のためにも再構築は必要だった。しかし願いの核であるレイの存在は不安定。
致命的なエラーを起こす可能性は十分にあった。そして私は生まれた。世界を守るために。少なくとも私の記憶の中ではな。私も似たような感じ。でも願い自体は叶えてもらえたと思ったんだよね。ほら、自分が管理者になればさ、いくらだって頑張れちゃうでしょ。世界中の人たちがみんな笑顔になれるようにって。岸くんが、先輩が日和ちゃんを選んでくれたから私は生まれたんだしさ、頑張らなくちゃなって思ったんだ。それがまさか自分どころか世界丸々コピーだったとはね。知った時はさすがにひっくり返っちゃったよ。君は優しいな。私たちを気遣ってくれているのがわかる。でも安心して、私たちこっちの世界をどうこうする気は全然ないから。こっちの世界はこっちのみんなのものだしね。君は君の目の前にいるレイたちを助けてやってくれ。それだけでいい。え？あ、いやー、ちょっと参っちゃうな、これは。君というやつは、まったく。探しに来たんだ。私たちの世界にいるみんなが笑顔になる方法。ここは基本世界、そして私たちが望むリセットの先に至った世界でもある。きっと手がかりはあるはずだ。もうね、世界をリセットするのは嫌なんだ。知ってる？リセットを実行するのって管理者なんだよ。みんなが何度も傷ついて、私は見ていることしかできなくて、そしてそれを繰り返すためにリセットを実行する。リセットを実行しなければいい、そう思った。だが私たちの世界でそれは許されなかった。シミュレーションを中止する権限は私たちにはない。実行は強制される。私たちは深く関わりすぎた。自分たちの世界にね。そう、たとえシミュレーションのために生まれたコピーだとしても。マーキングではないな。この霧は私にも見える。ってことはお出ましかな。だね、どこまでコピーにちょっかい出されたくないのさ。君は後ろへ。すぐに終わらせる。
怖いですね。すごい、自然の中にあるマナと一つになったみたい。これが私たちの新しい絆なんだね。カップもう一個やって終わりましょう。あかん、二つだけ。うん、ひとまずここまでにしときましょう。はい、よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。旧ツイッターで X のフォローなどお願いします。次回はこちらの、うわー、なんだか体がすっごく熱い、まるで炎の塊になったみたいな、その感じがするよ。あ、岸くん、やけどしないように気をつけてね。ボスノーマルで、レイを、これは特別レイなんだか、なんか解放言うてもこのレイ持ってなかったっけ。はい、まあいいや。4話まで終わりましたね。前編なんだ。あ、前編と後編があるんだな。次回は前編の後半ということで、お楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。